ょっと聞いてもいいですか？どないしたん？こっちもラスボス前で緊張しとるんやけども、まさにそれです。なんでラスボスなんですか？なんでって、進め終わったからに決まっとるやろ。私が言いたいのは、順序の話です。ちょっと今いいところやから黙ってよ。今こそ、我ら蒼天騎士の真の力を見せる時ぞ！ほう、なんか高まってきた。後ろの騎士たち、一人だけでもかなり苦戦したんですが、さすがに13連戦とかにもならんやろ。かかってくるがいい、光の使徒よ。永遠の神となった私が、闇の者もろとも光の使徒をも切り伏せてくれる。そして全ての人に祝福を与え、清らかなる生徒に作り変え、恒久の平和を授けよう。神を肯定し、その力を宿した我が聖剣と、神を否定し、その力を捨てた貴様の刃。あ、主君見捨ててどっかに行ったで。これなら勝てそうですね。この混沌の時代に、世がどちらを求めているか確かめようではないか。よっしゃ、やったるで。話は終わってません。ラスボス前のレポート形式はどうするんですか？それって道中のこと言ってんの？そうですよ。例えば最初に戦ったグリフォン戦の話とか。ああ、視点切り試そうとして画面の中央に突っ込んだら、画面の中央に竜巻が発生したやつや。いやー、苦しい戦いやったです。次に戦った番神ラーバナも飛ばすんですか？ああ、デバフ4ついたまま戦って耐えきれなくて死んだやつや。目下じはなかったから蘇生してもらって、なんとかなったからよかった。いやー、苦しい戦いやったで。ソームアルのボス、ヒヨマンと、ドラゴンゼアリーのニーズデック、ドラゴン族の猛攻が始まりましたね。アタッカーさんは辛かったのかもしれんけど、タンクは突っ立ってるだけで終わりやから、暇やった。むしろ、両方とも、道中の方がきつかった。いやー、苦しい戦いやったで。ところで、いきなり龍さんにフェイト1位取られて、見る見かねた戦士さんがメインタンクをやってくれているみたいですが、60レベルからのフェイト加点が、今までのやり方だと離れんねんな。臨機応変に戦ってくれた、相方の戦士さんに感謝せんといかんな。ストーリーの中盤に差し掛かり、人と龍の関係について分かりかけてきたとき、敵は龍から強行へと変わる。イシナルド強行長、ここが一番きつかった。大体どのダンジョンも、中ボス2匹、ラストに1匹で構成されとるけど、ここは、全部がラスボスみたいなもんやった。最後の最後で、ヒーラーさんとアタッカーさんが線で繋がれ、爆死した時はもうダメやと思ったけど、ミニストブレイクで削り切った時は、ほんまヒリヒリやった。いやー、苦しい戦いやったで。聖剣の輝きを見よ。話し込んでるうちに、トールダンの剣が、まがまがしく輝き始めましたが、ここまでは余裕みたいやから、問題あらへんよ。一番最初に出てきたのに、物語の終盤で思い出したかのように出てきた、バンシー、ビスマルク。死ぬ要素が見当たらない。存在なんかGイベントのバンシーさんやったな。必殺型のバブルフロイまでに、ザコ敵を倒せないといかんのやろうか。こいつよりも、風脈集めて死にそうになったわ。いやー、苦しい戦いやったで。近畿を調べるために向かった図書館、最後に出てきたアコーディオン。パーティーメンバー全員が59レベルやったから助かった。60レベルないから、フェイト取り切れなくて痛やったな。変わったギミックは多かったから、それの処理に苦労したくらいやろうか。いやー、苦しい戦いやったで。そして、ラストダンジョン、魔科学研究所で出てきたのは、オクテアブリの足湯みたい。足湯以外のシンクロナイズドスイング、もしくは、社交ダンス、足湯の V1、わけのわからん単位攻撃の連続で、パニックになりながらも飛ばし、戦いの途中で安定し、出てきたのは、合体して巨大化を果たす、足湯フライング。初見殺しのギミックを大量に使ってくる様は、まさにラスダン。それでもなんとかクリアをし、とうとうここまでなってきた。覚悟してもらおう、トールダンの世界に平和は
訪れなぁ。そういえば竜のメモったままでしたね。逃げるんか。ここまで来てまた逃げよるんか。フィールドの変化、どうやらここからが本領発揮のようですね。アスカロンなんかに絶対に負けない。それダメな方のセリフですよ。葵ちゃん攻略道開いといて。はいはい。エンハイの炎攻撃を行うのは無惨のシャリベル、岡間区長の天才、マルフの高いため騎士団入りを果たした天才、拷問が大好きな天才、つまり天才。三つの柱を召喚し、炎を大きく振りかぶったのは、雷光のイルムノスと、炎を持っているが魔導士でもあり、魔力を武器に乗せ、雷を放つ天体。画面中央で、スタンドバックになっているのは、自身のジェフィラ。現装天騎士団象徴でありながら、あえて大剣を使う天体。自分がガリガリなので、あえて重たい大剣を使うことにしたという決心の天体。今ゾンビ行ったのは、高層のベルギーに、装天騎士団副長、そして騎士団最年長、二つ目は折れない槍。ゼフィランを総長に推薦した人物、硬い槍、ピルリーン、折れない槍など言われたい放題で天体入り。せやと現れたのは、貢献のチャンルヌと、利権のアデルベル。去る騎士の長男として生まれたチャンルヌと、下級貴族として生まれたアデルベル。二人は戦場で知り合い、幾度となく視線をくぐり抜けた結果、相思相愛の天体になった。画面外で映ることなく散っていったのは、リンソイのミヤヒル。ヘステニャンと一緒の竜騎士団所属であったの。教皇庁、そしてベルギーンが大好きだったので騎士団入りした天体。さっきから説明のひどい有様なんやけど、何見てんの。電撃プレイステーションの電撃の出番を兼読。電撃プレイステーションは毎月第2、第4木曜日に発売中です。このインターネットが普及した今だからこそ、神媒体という情報が好き。ここで一旦一つ見る。続いて登場したのは名探のポールクランと新鋭のオムリク。オムリクはセイアンダリム神学院を首席で卒業した正義の天体で、素行不良で、汚い仕事をしている悪の天体、シャリベルのことが大嫌い。ポールクランは、グリノーと同じくゼーメル家の一員であり、槍の名手でもある。ポルター家の騎兵団に志願したものの、天体であったため追放処分となった過去を持つ。オラオラオラーの口癖の、戦況のグリノーは、説明するまでもなく天体。先ほど地面に黒い円が表示され、炎により斬撃を放したが、フェアリーにすら当てられなかった天体。隕石を落とす呪文を唱えて消えたのは、大剣のヌグリオン。親から、セイアンダリム神学院にぶち込まれ、高位聖職者になると信じられていたが、魔法学にドハマりして、装天騎士団になった天体。最後に登場し、地面から岩が湧き出る原因となっているのは、破壊のゲリッツのせい。力勝負を何より好み、酒が入ると、誰かで構わず腕相撲の勝負を挑む天体。そんな天体たちを束ねるのが、このトールガン7世。すごい、万神。ナイツ・オブ・ラウンドとなったゲイカが、今、必殺のアルティメット・エンドで、冒険者を切り裂こうとしていた。長いわ。これで終わりだ、アルティメット・エンド。何これやばい、かっこいい。見た、青いちゃん見たよね。これで終わりだ、アルティメットエンド、ズバーン、パリーナです。そして必殺技が、蚊に刺された程度のダメージしか出なくて、動揺する経過。この最高に色耐えてる感が出てるモーションもたまらない。今こそ、騎士団全員で出てきて、フォローしてあげるべきじゃないですかね。そのあたりは、次回の特番組に期待しておこう。またな。実はたまらんな。悲壮感がすごい出てますよね。装天騎士団もこれで終わりやな。恨むのならイシュガルドに来る原因になったテレジアデレジを恨んでくださいね。冒険者が来なかったらいい具合にことが進んだんだろうな。バカな、千年、千年だぞ。長き祈りの声と竜の目でさえ及ばぬというのか。自分の命が尽き果てようとしたとき、トールダンが見たものとは、最高に可愛い冒険者、アシュリー・アンダーソンちゃんでした。え、何これ。うお、こんは、アシュリーちゃんこんは。貴様は、一体何者なのだ。
ペチュラって何者の設定なんやったっけ？命令されれば何でもこなす、冒険者の鏡。何でも願いを叶えてくれる、スーパーマン。命令されないと何もできない欠点を持つ。帝国は、古代兵器探すより、こいつ味方につける方が先なんじゃないだろうか。どこから来たんですか？リムサロミーサでおなじみの海洋都市国家。ここでは、2つの冒険手帳を埋めることができます。邪魔なものはすべて消し、画面をゆっくり見渡すと、そこには、綺麗でファンタジーあふれる風景、細部までこだわりのある作りとなっています。埋めればミニオン手に入る、ゲットのためとは言わないけれど、あなたも風景見ませんか？東北ズンコでした。